ついにこの日がやってまいりました。記念すべき第1回準決勝のカードは、優勝候補筆頭としてここまでイタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと数多の強豪を撃破し、今日果たしてこのジュニアユースの世界大会、よしみんな、今日のことは昨日話した通りだが一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。奴の実力は他の選手とは別格だ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。世界一が目の前なんだぜ。ああ、俺は友達、顔に当たっても痛くないかな。ま、その気迫は必要って答え。そしてゴールキーパーのリューターミュ、彼は体が大きくシュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らして、ミューラー、そのためにはどうしても中盤を制する。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう。そうだ。しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルツがいる。今大会2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手で、テクニックものすごく分厚い中盤で、いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか必ず。翼くん、僕たちもついてる。ドイツは強い。だがひるむことはない。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば。はい。それじゃあエンジンを組むから、みんなに掛け声を。気分が盛り上が、目いっぱい気合の入ったやつで来い。今日まで自分たちはチームのみんなで考えて話し合い、お互いを高め合って強くなってきました。今日の相手ドイツはそのきっかけを与えてくれたチーム、自分たちの成長を見せつけてやりましょう。よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合、ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。なあ、俺たちにしかできない。この決勝戦は世界中に配信されてるし、注目度も間違いなく高い。つまりみんなとした約束を。この試合、俺たち、そして、つまり、シュナイダー、君には負けない。勝負だ、翼大空。行くぞ若林。行っこい、シュナイダー。翼くん、飛んでくるか。スライディングで止めた。マーガスくん、そのシュートを放った。このシュートを完璧にブロック。それやっぱ、まさか俺が。ぶつかっていった。シャッター、ドリブルでボールを運ぶ。翼以外こんなやつが。パスを回す。これで、そんなバカな。やるの。鮮やかな前線で突破。あと、これはドライブシュートか。横っ飛びで鋭く反応。ミューラー君止めた。さすがにやるじゃん。これを見ろ、ドライブシュートだ。もらった。マリア君、
これをブロックに行く。おお、たやすく。なんと三浦君。大した威力じゃないな。さて、ヒューガ君、あのゴール。やはり翼にも。お前は元フォワードで、今もし。あのゴールキーパーには隙がない。どこに打っても止められてしまう予感が伝わってきた。ああ、しかし、うん、勝利への道、絶対に点を取るぞ。ああ、ソーダ君、ここで奪った。あの時の借りは返したぜ。体とぶつかっていった。ここで助かった。シュナイダー君、ボールを奪うことができません。まだ。おっと、攻守交代だ。見たか、ヒューガ君、次々にかわしていく。見たか、ドリブルでボールを奪う。邪魔だ。ヒューガ君、次々にかわしていく。立ち下がるぞ。どうだ、アルドビッチ君、このボールに立ち上がる。三浦君、堂々。俺は諦めた。行くぞ、ヒューガ君。翼、お前もあのキーパーから得点を奪うには、今の俺たちなら。おお、キックで大きく蹴り出した。このパスは通れない。翼君、得意のヒールリフトで抜いたら。ハイネ君、スライディングでカット。シュナイダー君、ここからチャンスを作れるか。マサオ、最高のタックルは言わずに終わります。マサオ君、飛んでかわした。飛び越えた。決まった。体とぶつかっていけ。よし、ヒューガ君、クロスを上げた。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。この大一番を制する。これはキャッチできない。さあ、ボールを抑えた。カルツ君、激しいタックル。なるほど、噂通りよ。友達、渡しません。ヒューガ君、マガツー君、ボールを奪うことができません。このボールに飛びつく。ミューラ君、ボールはまだ生きている。ワンタッチで送る。ダイレクトでパス。ソラ、カンボ君、飛び越えた。敵陣を切り裂く。鮮やかなジャンプ、止められない。ここからセンタリング、クロスに合わせに行く。あー、弾きます。翼を大空、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、これは南米式のドリブルだ。回して振り切った。渡す、激しいタックル、鮮やかなジャンプ。敵陣を切り裂く。飛んでかわした。マサオ君、次々にかわしていく。ヒューガ君、クロスに合わせに行く。ボールはまだ生きている。ドイツ、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。パン、いよいよ後半戦開始。ここまでだ。前転でかわした。鮮やかな前転で突破。あと、ドリブルを見送る。マガシュー君、このスライディングが決まった。それ横をすり抜けた。よし、体ごとぶつかっていった。それガルデ君、ボールダッシュ成功。ハリネズミのごとく突破だ。ガルデ君、低い姿勢で吹き飛ばした。ここからセンタリング。マサオ君、ここは好きにさせません。それ次々に変わっていく。翼、ノートのご中にて片桐さんに。ノートを見てもらったことはあるけど、片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら。それに今のアドバイスは、つまりロベルトは
この試合を見てくれ、俺の試合を見てくれているんだ。ロベルト、ヤッホー、いきなりエンジン全開だ。チャージが決まった。ハルドビッヒ君、パスを回す。もっとリブルで突破。そんな、シュナイダーセンターラインを越えて攻め込んで、松山君ワンタッチで送る。シュナイダースライディングでカット。マーガス君、ここからチャンスを作れるか。行くぞシュナイダー君、渾身の力を込めたファイヤーショット。ここはパスを出した。よし、チャージが決まった。シュナイダー君、センターラインを越えて攻め込む。ソーダ君、パスを出します。カルツ君、ボールを奪うことができません。マガス君、ここはパスを出した。チャージが決まった。これが日本の中心選手か。それだ、渡しません。チャージが決まった。なんだ、一人じゃ大したことないね。激しいタック。翼くん、ワンタッチで送る。鮮やかな前転で突破。パーツを奪い返した。後半15分が経過しました。ここからラストスタートを上げてくるか。チャージが決まった。低い姿勢で吹き飛ばした。シュナイダー君、ソーダ前に持ち込んだ。パスを回す。これでのインスライディング。マガトゥ君、ここはブラックだった。翼君、ここは抜かせません。ボールは友達に渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君、なんだボールは友達、何が何でも、これはドライブシュートなのか。これだけは決めるんだ。これを超えてシュートを放った。これはキーパー動けない。翼くん、長距離ボールを抜いた。右へ回します。回して振り切った。マッチ、ここは好きにさせません。ここはパスを出した。鮮やかな前転で突破。マガス君、このスライディングが決まった。シュナイダー、マーガス君、ここからその程度の足技に負けるか。ここは抜かせません。マガス君、飛んでかわした。それやらない。鮮やかなジャンプ。それ加速。それパスを出します。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、なに、渾身のパスを味方に送る。ロングボールを送る。カミソリシュートだ。鋭いシュートを放った。強い、これが三浦君だ。パントキック、どこまで運べるか。このボールをつなげられるか。調子に乗るなよ日本。カルツが表示を吐き捨てた。どういうこと。よっしゃ、日本にヤマト魂があるなら俺たちには残り時間今。みんなカルツに。ドイツ、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。ジンゴ君、ここは抜かせません。後半もすでに30分が経過。それもらった。これからゴールは奪えるのか。ハイネ、よし、シュナイダーさん、パスを回す。シュナイダー君、ここからチャンスを作れるか。カルツ、激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。カルツ君、ハイエブルなどの結果だ。マーガス、センタリングに合わせる。横っ飛びで抑えた。よし、ディフェンダーポジション。さすが若林だ。ああ、
いくらお前でも。ならばペナルティーエリアに入ってシュートを、はい、パスを頼むぞ。了解。ま、優勝だ。全日本ジュニアユース世界制覇達成。勝った。優勝、俺たち勝ったのか。翼くん、世界一だ。世界一になったんだ。今イレブンが翼くんたちの元に駆け寄ります。やった勝ったぞ。優勝だ。俺たちが優勝したんだ。全日本が優勝したんだ。やったね。今日勝てたのは君がいてくれたからだよ。そんなに謙遜しないで、もっと胸を張ってもいいんだよ。この優勝、これはみんなの力で勝ち取った優勝なんだ。世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった。サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。場内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けたのか。負けちまったんだな本当に。こいつはちっと答えるな。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。ハイネ、落ち着け。ハイネ、シュナイダーさん、俺悔しいですよ。世界一まであとちょっとだったのに。悔しがる前に、俺たちにはやらなきゃならないことがある。え？力の限りを尽くして戦った相手、日本を祝福しに行くことだ。それもスポーツの、サッカーの大事な一部だぞ。ハイネ。はい。泣いています。全日本ジュニアユースの選手たち、思い思いの考えにふけっています。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝、彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。まさに日本サッカー界の快挙。選手たち、これは嬉しいでしょう。おめでとう全日本ジュニアユース。優勝おめでとう全日本ジュニアユース。シュナイダー、誰も文句は言わない。君たちがナンバーワンだ。しかし悪いが、ユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら俺たちの戦いは今始まったばかりだからだ。うん。次は、次はワールドカップで会おう。ああ、今度は負けない。若林、この借りはドイツのリーグですぐ返す。ああ、しかし俺も負けないぜ。さあ、行こうみんな。俺たちは正々堂々、持てる力を全て出し尽くして戦ったんだ。誰にも恥じることはない。胸を張って帰ろう。日本より一足早くピッチを去ります。
ドイツジュニアユース、その準優勝チームドイツに今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。泣くなみんな、この屈辱はこれからの君たちのサッカー人生で、このドイツジュニアユースというチームは、がしかし今度はユースまたはナショナルチームで、君たちの未来はこれからだ。この悔しさをバネに、はい、優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。